今条約調印を眼前に控え、国の舵取りを任されし者として大事なるは試験にあらず、大事なるは我が国の命運にござる。国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソンが興味深い記事を書いています。日本の組織の硬直ぶりが危険水域に突入していると警鐘を鳴らすという内容です。幕末の当時、日本では攘夷論が吹き荒れ、横浜でフランス軍士官が殺される井戸ヶ谷事件が発生しました。そこで備中の国の旗本池田長興がその事件の処理のために34名の遣欧使節団を率いて渡仏しました。そして欧州の先進的な文明を見ることになりました。私は池田長興のことは知らなかったので少し調べてみました。彼はこの遣欧使節団で訪れた欧州で交通や通信、軍事などの技術力、西欧の文明の強大さを目撃し、攘夷ではなくむしろ開国の重要性を痛感したということでした。そして物理学、生物学、工業、繊維、農業など多数の書物や資料をフランスから持ち帰り、幕府に開国の重要性を力説します。長興はこのままではいけないと幕府に必死になって開国の重要性を進言したわけです。しかし聞きたくもない話を聞かされた幕府は怒り、長興に蟄居を命じましたとモーリー・ロバートソンの記事には書いてあります。日本のために進言したにもかかわらず謹慎させられてしまったわけです。ロバートソンは続けます。近いうちに当然来るであろう未来に目を向けようとしない集団的現実逃避の事例は古今東西埋挙にいとまがありません。アメリカでは2045年頃までに白人の割合が非白人を下回ると予測されますが、一部の白人層は人種のミックスが進むという現実を受け入れず、内向きに過去の栄光にすがっています。なぜこんな話を持ち出したのか。職業柄多くの企業と接点を持つ機会があるのですが、近年日本の組織の硬直ぶりが危険水域に突入していると感じるからですとあります。そしてさらに、特に大企業であればあるほど前時代の価値観に親しんだトップマネジメントが権力基盤を解放せず、失敗もしないが成功もしない低空飛行を続けている。組織では役職や階層で同列に並ぶ人々への強烈なやっかみが根付き、平等が強調され、そしてツケは次世代に回される。これはおそらく企業や国の上層部だけが悪いという単純な話ではありません。ダメだと気づいているのにアクションが起きない社会全体の問題です。バッドニュース、つまりリスクを冒しても変化が必要だというのは聞きたくない、持続可能性はなくともできる限り都合よく生きていたい、そんな深層心理すら感じますとロバートソンは主張しています。私もこのことは痛切に感じています。特に最近はこれではダメだと気づいているのに異常なほどの日本内産によってそれをごまかしているようにすら感じるわけです。日本が明治維新を通して短い期間に欧米列強と同等の力を手に入れ、そして大戦で国が壊滅状態になったにもかかわらず、ものすごいスピードで復興を成し遂げたのもファクトとロジックをベースにして海外から謙虚に学び、地道な努力を積み重ねてきたからだと思うわけです。仮にファクトに基づかない日本内産が蔓延してしまえば、日本の将来を危ういものにしてしまうのではないかと心配になってしまいます。先日アメリカの消費者情報誌コンシューマーリポートが今年の自動車ブランド別の信頼性ランキングを発表しました。それについての報道や動画が出されていますが、中には危うさを感じさせるものもあります。ある動画では信頼性ランキングのトップ2がトヨタであり、その他の日本車もトップ10にランクインしていることから、日本車特にハイブリッド車はすごいと称えています。そしてこのレポートはユーザーからの声を集めたものだから信頼性が高いと説明しているわけです。その中で電気自動車のテスラは24位中の19位と振るわないことから、 EV 大手のテスラでさえこのありさまだから、アメリカの消費者は実は EV ではなくハイブリッドを欲しがっている。だからトヨタが主張するように、消費者がいろいろな選択肢を持てるようにするべきで、政府がユーザーの選択の自由を奪うのは良くないと主張しています。ではコンシューマーリポートの自動車信頼度のランキングの信頼度はどうなのでしょうか。ランキングはこの雑誌が独自に調査し、なおかつコンシューマーリポートの会員からユーザーデータを集めた結果を集計して作成しています。
一般の商業メディアと違ってコンシューマーリポートは主に会員から集める会費と寄付で運営されているので、データの中に中立性が保たれていると考える人が多いようです。しかしだからといって盲目的にそれを過信できないと知っておくべきでしょう。独自に調査しユーザーからのデータだといっても、彼らも会員と寄付金を集めなければ存続できないというプレッシャーがあることは商業ベースのメディアと何ら変わりはありません。そのためにはセンセーショナルで誇張した内容の発表が必要だと考えても不思議はないでしょう。例えばだいぶ前の話になりますが、軽自動車と二輪で有力企業である日本のスズキは1985年に米国法人を設立し、その翌年からスズキジムニーを発売しました。ほどなくして社名をサムライと変更して販売を継続しました。 SUV が流行り出していたという時代背景と価格が安かったにもかかわらず四輪駆動だったということが重なって、当初の予定をはるかに超える大ヒットになりました。そして1987年には当時四輪駆動で絶大なる人気を誇っていたジープラングラーの2倍の販売台数を達成するという快挙を成し遂げました。しかし1988年、コンシューマーリポートがジムニーは容易に転倒し安全ではないとレポートを出しました。しかも許容できないレベルだと断罪し、ビデオも公開しました。しかし彼らが行った走行テストの結果はフェイクだということが判明しました。彼らはわざわざ転倒しやすいテストコースを作って、それでもなお転倒しないので何度も何度も転倒するまで通常ではありえない無理な走行テストを行って、ジムニーを故意に転倒させました。それだけではありません。コンシューマーリポートは当時販売を伸ばしていた SUV イスズビッグホーン、米国名トルーパーにも同様のフェイクレポートを出しています。当時 LA タイムスは、スズキと同様にコンシューマーリポートが偽りのリポートを出したと報じています。裁判所が偽りのレポートを出したと結論付けたのです。スズキの北米市場撤退は経営の失敗やリーマンショックが原因だったと思われますが、しかしそれだけではなく、このコンシューマーリポートのフェイクリポートも大きな打撃を与えたことは間違いないでしょう。彼らは腹渡が煮えくり返る思いだったのではないでしょうか。またどのようなメディアにしろ、最終的には何らかの方法で運転資金を調達しなければならないことには変わりはありません。コンシューマーリポートは主に会員から集めた会費や寄付金で運営されていますが、彼らがお勧めする製品のリンクがメーカーや販売店につながっており、そこからコミッションも受け取っているということです。つまりアフィリエイトのようなものでしょう。また大口寄付の中にはフォードの名が連ねてあったり、匿名の大口寄付者も存在します。つまり 100% 中立で忖度が全くないとは言い切れないわけです。あくまでも広告ベースのメディアよりは少しだけマシだという程度に受け止めておくべきだと私は考えています。これと同じことが格付け会社にも言えるわけですが、彼らのレポートをそのまま鵜呑みにしてしまうと間違った判断をしてしまう可能性もあると思うわけです。とはいうものの、コンシューマーリポートの中立性やデータの信憑性は大した問題ではありません。メディアの報道を最初から鵜呑みにしなければ良いだけのことです。もっと大切なことは、ロバートソンが指摘するように、日本企業が失敗もしないが成功もしない低空飛行を続けていること、そして変化を拒否して現実逃避または現実を見ないといえる風潮です。企業だけの問題ではなく、社会全体では日本内産の陰に国外で何が起きているのかを無視して過去の栄光にしがみつく人が多すぎるように感じてしまいます。日本は素晴らしい国であり誇りに思っていますが、だからといって日本はグレート、すごい、他国が震えて眠る、海外の反応など日本の良さを誇張しすぎたり、真実からかけ離れた文言が飛び交うのはどうかと思うわけです。日本が繁栄し存続するためにはどう思うかという感情だけではなく、池田長興が取った態度のように、あくまでもファクトを見ることが重要です。 EV のシェアは先進国や中国では年々増え続けており、その勢いは増しています。米国でハイブリッド人気が急上昇したのはガソリン価格の高騰が後押ししたに過ぎません。インフラの整備が進み、EV の信頼性がさらに向上していけば、その販売は急増していきます。逆にガソリン車とハイブリッド車の販売はどんどん低下していきます。それは時間の問題であり、そうなることは間違いないでしょう。カリフォルニア州の GDP は今年ドイツを抜いて世界第4位の経済圏になったとブルームバーグが最近報道しています。そのカリフォルニア州で最も売れている車は
テスラの EV だというファクトをしっかりと認識すべきでしょう。トヨタもその他の日本車メーカーも生き残りのためにはカリフォルニアの市場を絶対に落とせないはずです。 EV のマーケットシェアは毎年急激に増加しており、2022年上半期はついに自動車市場全体の 15% を超えました。その増加率はハイブリッド車を大きく超えています。テスラのモデル Y、モデル3、そしてモデル S がそれぞれのカテゴリーで販売がダントツ1位となっているのです。もう一度言いますが、カリフォルニア州の経済規模はドイツを抜いて日本に次ぐ世界第4位となっているのです。その市場で EV の販売が劇的に伸びており、テスラがダントツのトップを取っているという事実を直視する必要があるのだと思うわけです。日本車のガソリンエンジンやハイブリッドは高性能だから欧米から潰されるなどと被害者意識ばかり主張していても、日本車の市場は拡大しないのは言うまでもありません。日本が衰退ではなく発展していくためには、性能と信頼性で海外の企業と真っ向から勝負するしかないのだと私は思いますが、いかがでしょうか。そういう状況の中でコンシューマーリポートの発表一つを見て気持ちよくなっているだけでは日本が活路を見出すことは難しいと言えるでしょう。イーロン・マスクは EV の発展にはまだまだ時間がかかる、それまでの間はガソリン車もハイブリッド車も大切な役割があると言っています。彼の目的はガソリン車やハイブリッド車を潰すことではなく、人類を持続可能なエネルギーに移行させる手助けをすることです。石油の生産をやめるなどは自殺行為だとも発言しています。彼は現実主義者であり、ナショナリズムではなく人類全体のスケールで物事を見ています。バイデン政権が現実無視したといえる脱炭素政策で米国内での化石燃料の開発を禁止しました。それが米国内のガソリン高騰、高インフレを加速したとバイデン政権は批判を浴びてきています。これが間接的にハイブリッド車の人気を高めたと言っても良いでしょう。消費者は安くて信頼性が高く、そして便利なものを選びます。それがガソリン車かハイブリッド車なのか、あるいは EV なのかは結果論に過ぎません。テスラはスーパーチャージャーの増設を加速させています。そしてテスラは最終的に全てのスーパーチャージャーを電力グリッドから切り離し、バッテリーとソーラー発電に切り替えることを目標にしています。またバイデン政権は2030年までに米国内のチャージステーションを現在の10倍以上にすることを計画しています。 EV の利便性と経済性がガソリン車を超えたとき、ラインナップにまともな EV を持たない自動車メーカーはどのような運命をたどるのでしょうか。私はそのことの方が心配でなりません。その時に欧米の日本車潰しだと叫んでも全く無意味だと思うわけです。現実無視した盲目的な幕末の上位論なのか、ロバートソンの言う集団的現実逃避を決め込むのか、それとも世界の現実を直視して変化に対応し新しい未来を切り開いていくのか、私は未来を先取りしていく形で自分たちの手で未来を作っていくべきだと思うわけです。そしてトヨタが提供する選択肢の中にぜひテスラを駆逐できるような強力な EV を加えてもらいたいと願っていますが、皆さんはいかがお考えでしょうか。実際米国でも多くのトヨタファンがそれを望んでいるのだと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。